3月11日、道後商店街周辺でブルドッグの散歩会が行われました。これはブルドッグ愛好家の交流やブルドッグ同士で遊んでもらおうと3年前から行われています。毎回 SNS で参加を呼びかけ、今年は県内外から50組が参加し、中には愛知県からの参加者もいました。この日は道後商店街の入り口から出発し、道後温泉飛鳥の湯で記念撮影を行いました。その後、道後温泉本館を経由し、道後公園でお花見をしながら散歩しました。ボギー。ジング、嫌いやん。あ、いいね、いいね。いい、大丈夫、大丈夫。どうしたんですか？何枚か撮ってみてください。はい、OK。初めてなんですよ。楽しいですね。僕宇和島から来たんですけど、うちの子はちょっと おとなしくなりました。すごい数ですね。去年も参加したんですけど、今年も多いですね。喜んでますね。喜んでます、喜んでます。よろしくです、よろしくです。ポカポカのお散歩日和だったこの日、参加したブルドッグはたくさんの仲間に囲まれながら楽しそうに散歩していました。